これが最後になります。この話で最後です。幸せの道という話をします。この幸せの道という話は斉藤ひとりさんの信じなくていいですよシリーズというのがあります。第2弾目です。この話を聞いて信じられない人は非常に普通の方です。時々ひとりさん、さあ幸せになりたいんだけど幸せになる方法教えてくれますか。いいよ、幸せっていいな。以上なんですけれど、じゃあもう少し詳しく話させていただきます。幸せっていうとなぜ幸せになるか、特別です。私大体聞かれて本当の答えを言うのに20年後とか決めてるんですけど今日はね特別お話します。聞けば聞くほど信じられない話です。幸せだっていうと守護霊が喜んでくれるんです。ああそうか、お前幸せか、俺がついてっからだよ、なんて言って喜びます。ご先祖もね、幸せだっていうとご先祖が喜んでくれるんです。そうか、お前幸せか、俺たちもないろいろあったけど命ずっとつないできたからね、はい、ね、お前にそうやって言われると俺たちも嬉しいよなんつってご先祖が喜びます。幸せだって言うと神様が喜びます。そうか、よかったよかった、お前幸せでよかったなって神様喜んでくれます。地球に生まれて幸せって言うと地球が喜んでくれます。そうか、幸せか、もしお前俺がいなかったらお前落っこっちゃうんだぞとかいろんなこと言ってくれます。日本に生まれて幸せって言うと日本が喜びます。この会社に入れて幸せですって言うと社長が喜んでくれます。みんなと働けて幸せって言うと同僚が喜んでくれます。これはものすごく難しいのは分かってますけど、家に帰ってあなたと結婚できて幸せって言うと旦那さんが喜んでくれます。これは本当に難しい技です、お前みたいいい子ができて幸せだよって言うと子供が喜んでくれるんです。で、周り中が喜んだら本当に幸せなんだよって、それだけなんですけど、今日はもう少し行きますね無理に幸せと思えつってんじゃないよ。不幸な人の特徴があります。例えば飲みに行きます。飲みながら国が悪いんだよ、政治家が悪いんだよ、官僚が悪いんだ、社長が悪いんだ、あいつが悪いんだ、こいつが悪いんだ、よく聞いてると自分以外全員悪いですそりゃ大変だよねあなた以外全員悪いんだもんね。悪いやつに囲まれて生きてんだもんね。わかるよさ、わかるわかるって、ところでさって、国が悪いとか政治が悪いとかって言ってると逮捕されて拷問される国とかいっぱいあるんだよ。日本って平気で言えるので、言えるだけ幸せな国やん。最近ここのお腹に肉がついちゃってさ、今年間世界中で1年間に200万人餓死してるって言われてる。その中で余分に肉がつくほどご飯が食べれたっていうのは幸せなんだよ。病気が治らない人の特徴があります。元気になった、まだここがちょっと、いつも最高に元気だったことのそのことばっかり考えてる。ところが治る人は違うの。元気になったって、おかげさまでね、前は痛くて3時間しか寝られなかったのが今5時間寝れるようになりました。最高に悪かった時のことを考えて
ちょっと良くなった、ちょっと良くなったって感謝している、いる人はどんどん良くなってきます。今日家に帰って具合の悪い人がいたら聞いてみてください。良くなった、まだここ ところでね、幸せの道って話なんだけど、幸せの道ってどこにあるんですか？そんなもんないんです。非常に残念です草原と同じです。私芸術家になりたい、芸術家だっていろんな芸術家あります。私サラリーマンになりたい、アキンドになりたい、私役人になりたい、いろんな人がいます。みんな自分の好きな道を歩きます。その道を、今日朝目が覚めて幸せ、ご飯が食べられて幸せ、みんなと入れて幸せ、幸せだ幸せだと言いながら歩いた人の後ろに幸せの道ができてます。不平とか不満とか愚痴とか泣き言とか言いながら歩いた人の後ろに不幸の道ができてます。遠くに幸せを求めないでください。遠くに幸せを求めるとほとんどの人は行き着きません。苦しくなるだけです。それより今の自分の幸せに気がついてください。ご飯が食べれて幸せ、花が見れて幸せ、どうしても幸せと思えない人は1分だけ息止めてください。1分後に必ず息が吸えて幸せ幸せだ幸せだって言いながら歩いたこの幸せの道は必ず成功の道につながってます。本日はどうもありがとうございました。